for a song っていうのは安くっていうのの、単語の意味ですから、2つをかけているというような感じですね。Hello everyone, this channel is presented by Language. My name is Yuki from Ginza Rakuchu School. The lessons at Language are designed to practice conversational English. This video will be perfect for anyone who wants to learn about English grammar. Let's get started. 皆さんこんにちは。本日は Direct English Level 3 Unit 24 Lesson 2 Big House Hunt の、ストーリー、文法、そしてスライドの解説をしていきたいと思います。この話はコンシェルジュのシャロンがスイートルームではなく家自体を借りたいというふうに言っているクライアントの注文に困ってしまい、ディディに助けを求めるところから始まりました。このクライアントがどのようなお部屋が好きで、かに注目してこのレッスンを見ていきたいと思います。それでは最初のフレーズになります。こんなフレーズがありました。I wonder if I come over and talk to you about it. ポイントが2つあります。まず、こちら決まり文句のようなものなんですが、このまま覚えていただきたいと思います。I wonder if. I wonder というふうに言った後、if の間に、if の後ろで、したいこと、注文したいことを丁寧に頼むような言い方になります。I wonder if で一セットですので、続けていって、そして if 以下のことにしたいことを言うようにしてください。これが一つ目でした。二つ目のポイントは come over というふうになっていました。 come over なんですけれども、日本人の感覚からするとそっちに行ってもいいというふうに言うので go というふうに言いたくなるかと思うんですが、実は日本語と英語の行くと来るの感覚は違いますので、シャロンが行く、ディディの方に行くんだったら、そしてそれがシャロンが言っているのだったら、ディディ視点に変えてあげて、ディディから見てシャロンは来るっていうように見てあげるんですね。なのでこの場合シャロンが電話をしていても、ディディから見て私が来るけれどもいいっていうふうに聞いているということです。この come と go というのの感覚ですね、しっかりと確認をしていただきたいと思います。次のフレーズです。 Let me get this straight という、フレーズがありましたね。Let me get this straight で、まあ、決まり文句のようにして、整理させてっていうふうに言う意味ですね。ちょっと整理させてください。このまま使いましょう。ちょっと混乱している時とか、に使ったりします。そして、注文が、多いと。どんな注文かというと、ガーデンが欲しいし、大きいキッチンやリビングルームやダイニングルームが必要だよというふうに言っています。そしてこんな風に、フレーズがありました。 It has to have plenty of light、まずですね、 has to という風に has to have っていうのが、聞き慣れない生徒さんが多くて、言いづらいなという風に思っていた方が多かったと思います。皆さん I have to とか I で言ったりとか She has to とか言ったことあると思うんですけど、 It has to have っていうのって言ったことなかったかなと思います。そのもの自体がそうしなければいけない、そうであるべきだというふうに言いたいときに、It has to have、 ちょっと言いづらいですけれども、こんなように使う語感をつかんでいただきたいと思います。さあ、ベッドルームが9つ必要だと。そしてディディが Did I hear you correctly? マジで?というふうに、私の耳がおかしいの?みたいなふうに言ってるんですね。 Correctly? どういうこと?って聞き直してるってことです。で、9 bedroom なんで9つも寝室が必要なの?で、ビエナボーイズクワイアが来るんじゃないの?というふうに、ウィーン少年合唱団でも来るの?というふうに言ってますね。この CHOIR、難しいですよね。ただクワイアというふうに読めるようにしてください。皆さんインクワイアっていうふうに質問するとか、そういった言葉が単語がありますよね。インクワイア、そのクワイアと同じ発音になりますので、インクワイアを分かっている方は、まあ、スペルは違いますけれどもね、Q ですからね、 QUR、インクアイだから IRE ですね、全然スペルは違うんですけれども、クワイア同じ発音なので覚えやすいかと思います。そして、He wants it for a song というふうに言ってました。ここはシャロンの、まあ、うまいこと言ったみたいな感じですね。
シャロンが、ディディが、ウィーン少年合唱団でも来るのというふうに言ったら、シャロンがそうかもね、だってあの歌のために欲しいのかもねっていうふうに言うのと、for song っていうのは安くっていうのの、単語の意味ですから、2つをかけているというような感じですね。ちょっと楽しい、面白おかしく、うまいこと言ってみたっていうような、ジョークになります、他の生徒さんから、これをアメリカ人とかその英語の話者が聞いたら、ここのジョークがわかるものなの、ゲラゲラ笑うものなんですかというふうに、質問してくださった生徒さんがいましたが、ゲラゲラは笑わないと思いますが、うまいこと言ったみたいな感じに思うと思います。気づくとは思いますけれども、皆さん、気づくけれどもゲラゲラ笑ったりはしないですね。そんな風なジョークだと思っておいてください。さあ、そういった条件を満たすお部屋が一つあるだけあるよと、それは、メイヤー の, あのお部屋になりますよと。で、シャロンが、そのメイヤーを 1ヶ月だけもうちょっと追い出しちゃったらどうかしらね、いいと思うっていうふうに言って終わってるというオチでした、はい。ストーリーからは以上になります。続いてエクササイズの方に参りましょう。エクササイズはですね、リアルターとウェンディーですから、不動産の方とそれからウェンディーが話している会話になります。リアルターというのが、分からなかった方もいますね。これ名前ですか、人の名前じゃないですよ、あの不動産屋さん の,、のことです。はい、ではいろんな注文がありますので、単語をしっかりと入れていきましょうということになります。先ほども言いましたけれども、同じように出てきました。 It has to be というふうになっています。It は今回はこの探しているアパートの話、そのアパートが has to be だと、しなければいけないよと、そうでなければいけないよ、何が near transportation and shopping というふうになっていましたね。また出てきました。 It has to have、 今度は have になっていますね。それは持っていなければいけないよ。 A large living room、 The kitchen has to be pretty large というふうになっていましたね。この has to be の感覚を今回慣れてください。で、リアルターが間に write というふうに言ってますが、ウェンディが続いています。With big cupboards, dishwasher and disposal というふうになっています。cupboards、前にも言いましたが、cupboards の、P は、抜け落ちて cupboard というような音になりますから、お気をつけください。なので、このリアルターが write というふうに言ってなければ、The kitchen has to be pretty large with big cupboards.Dishwasher and disposal というふうな長い文章になりますよね。このくらい長く喋れると結構英語を長く話しているな、私結構喋れているなという印象を受けると思いますので、この流れをですね、覚えてしまってください。完全暗記してみてください。例えばこの The kitchen というのを、別のもの The living room とか The dining room とか、もしくは自分の欲しいものThe watch とか The back とか何でもいいです。主語を何か別のものに変えて Has to be 何々 With 何々っていう風に続けていけば結構長くなりますよね。このようにして、いろんなもの、キッチンだけじゃなくいろんなものに聞かせて、応用を聞かせて、この文章を作って使っていただきたいと思います。さあ、この with 何々何々のところの単語ですね、しっかり入れていきましょう。 A dishwasher, a large fridge, a disposal, big cupboards というような単語がありましたね。ここら辺の単語もきっちりと入れておいてください。ロケーションの話やそれからお部屋の話もしました。またベッドルームやバスルームの話もしましたね。ベッドルームも、何か搭載されているものを with 以下で言うようにしてください。この with ですね、例えば A big TV, a nice view, a big bed という単語がありましたから、どんなものが搭載されていて欲しいのかというのも、しっかりと単語を入れておいてください。かつ It has to have 何々何々というふうに続けて言っていきましょう。ベッドルームですね、あ、バスルームか、バスルームですね、ジャクジーがありましたね。ちょっと発音が難しいですけれども、こちら大文字になっていますので、ブランドの名前がそのままもう呼び名になっているというような、風に思っていただいてよろしいかと思います。
ジャクジーというふうに、発音しますので、ジャグジーじゃなくてジャクジーというふうに空が上がるようにしてください。それからですね、ロケーションはいいとしても、そうですね、ダブルシャワーとか、アラージミラーミラー、発音がちょっと難しいですので、 RR、OR、 ちょっと気持ち悪いですけれども口を鳴らすようにしておいてください。はい、はい、私の方からは以上になりますので、今回はお部屋の話、ロケーションだとかルームとかキッチンとか、それからダイニングルームの話をしていましたけれども、お部屋の話だけではなく、レビューやプレビューのページにもありましたように、こんな質問ありましたね。 What type of bag do you want?What type of restaurant do you want to eat at? このような質問ですから、レストランとかバッグになっても、言えるようにしておきましょう。例えばこれもそうですね、バッグの話になったらさっきの、テンプレートをそのまま使えばいいかと思います。例えば I want a bag とか、それから、It the bag has to have 何々とか、そんな風に言っていくといいですよね。はい、私の方から以上です。すいません、今週とかですね、来週とかどんどんビデオが積んできてしまっていて、編集もなかなかする時間がありません。というのもですね、私は今ちょっと大学でですね、私事なんですけども、ロシア語とドイツ語をですね、取っているんですね。遠隔授業なんですけれども、ある関東の中の大学でですね、そういったロシア語とドイツ語を取って、その取った単位を私のカナダの今所属している大学に移行するつもりで勉強をしているんですけれども、ちょっとロシア語とドイツ語の勉強が人生の中に食い込んできてしまっていて、ビデオがすごく遅くなって、編集もまあ5時間ぐらいは編集にかかってしまうので、結構積んでいるんですけれども、遅くなりますが、皆さんのお顔を思い浮かべながらビデオを作っていきたいと思いますので、気長に待っていただければと思います。またロシア語とかドイツ語をね、私が取って感じたことはですね、やはり発音できないのは聞こえてこないなというふうに思いましたし、自分が発音できないっていうものは覚えることもそもそもできないんだなっていうのを改めて感じました。特にロシア語なんていうのはアルファベットではないんですね。なのでアルファベットを日本語のアルファベットのような形で読むことさえもできないものなんですね。でそれを読むこともできないと、字面だけ追っていくと本当に何も覚えることができないなっていうふうにつくづく痛感していますので、皆さんも、発音ですね、読むっていうことを本当に重要にしていただきたいと思います。これはもうロシア語を取って苦戦している私からの本当に初心者目線のメッセージになります。皆さんも読む練習というのを続けていただきたいと思います。では、また、来週のレッスンでお会いしましょう。 Thank you very much for watching. See you next time. 久々のおまけ。せつちえちえしゃしゃしゃししゃtvёрдый знак ういMягкий знак. Ю. Я. Кто он? Он студент. Студент. Это Анна. Да.Это Анна. Да. Она... Это Анна. Студентка? Она студентка. Вы врач? Да? Нет, я не врач. Я журналист. Ха. А вы? Я учитель. Где сейчас Виктор? Дома. Thank you.